今回は新たなるやってきた劇中限定のキャラクター千早じゃねえや、悟りだてか、すっごいこれ、あれ今までこんな演出だったっけ、今までこんななんか凝った演出してなかったよね。なんでこのキャラを狙ってガチャ引いていこうと思います。で、来ていただくために同じ声優さん、ファイルズ愛さんの声優のキャラ来ていただきました。実はね、つららもファイルズ愛さんなんですね。多分この時は本当にまだ名前知られてないぐらいの時だったけど、実はモンストのつららってファイルズ愛さんなんですよね。確か私の記憶に間違いなければ。で、あとはやっぱ空城城太郎親子だしね。あとはローの一族でルフィ太郎と炭治郎来ていただきました。で、枠ないんで、あとはタンポポ蓬莱で今回やっていこうかなと思います。とりあえず、まあ、目標としては、まあ、最低1体だな。そしてフレンドと合わせて天魔9で2体積みでやってみたい。欲を言えば、2体出して、フレンド込みで3体編成かな。で、あと、劇中のキャラクターも今、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10体なんで、昨日の生配信とかでも結構聞かれたんですけど、このガチャ、劇中どうすかみたいな。まあ、そろそろ、引いてもいい頃かもしんないね。8月後半がすげえ怖いけど。で、ピックアップで 0.6% でしょ？一応、モンストの劇中超獣は10体11体ぐらいでリストラが入るんで、そろそろ来てもおかしくないね。来月、再来月ぐらい。というわけで、この100周年オーブ使わせていただこうかなと思います。はい。新イベのやつは、あんまり使わなかったしね。なので、確定ガチャとあれで割となんとかなったから、はい。まあでも 0.6% だからな。おいやでも、いや、確定来てから10分の1なんだよな、始まるのが。いやでも、ここでスパッと来たら、スパッと終われるから、おえマジ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 里うわー早っ終わった終わったじゃあ、終わります。バイバイじゃないな。ちょっともうちょっと引いていいか。いや、ここで出たら、3体積みしたいな。なので、こういうことですよね。いや、でも8月後半が怖いんだよな。今のとこモンストは、いや、今までだったらコラボしてないような時期にも、なんだかんだコラボぶっ込んでるから、例年通りだと8月ってコラボないんすけど、いや、今年は来てもおかしくないね。しかも、オーブ配ってるから。ユーザー文句言えないしね。え？石配ったんだから引けるっしょみたいな。いや、石ないって言ってる人は、欲望耐えられなかった人たちだけでしょみたいな。なんか、そんなノリになりそうだから全然コラボ来てもおかしくないんだよな。しかも今、ちょうど、フラパやったおかげで今すごい初心者の方来てるんで、まあ、モンストアルファするよりもコラボやった方が盛り上がりそうだなみたいな雰囲気はすごいあるから、いや、ここで2体目とか出ねえかな。いや、さすがに無理か。いや、でも強えこれ。ちょこっとガチャ引いたら20、30連で、メモリーと悟りってクソ当たりなんだが、この端末だけ。うわ、私この端末基調持ってねえんだ。いや、そんな感じ。とりあえず、この、石使い切るぐらいは引こうかな。で、あと、欲を言えば、やっぱメインは欲しいな。メインは、あ、でもメイン、正気持ってるから、いらないかな。いや、使ってみたもそうなんですよね。ちょっと、正気と混ぜようか、すげえ悩んでる。正気なくても、もう余裕で勝てるんですよ、みたいな時代が、悟りで、できんのかな。それをすごい私、検証してみたいんですよね。そしたらもう、だって、オリトラ引く必要、ないじゃんないじゃん来いアービーいや、ある意味これは限定キャラ並みに今格のあるキャラだから、生配信してるしね。いや、私がなんかこういうなんか髪の毛の色が2色重なってるやつ VTuber みたいなことネタにしてた時期あったけど、マジで VTuber になっちまったからな。で、あとは、意外とでもミューズももう一体、いやでもミューズもう一体引いたところで鎌足りいるから別に大丈夫か。まあ、あとは生放送でよく、劇中引いた方がいいっすかって聞かれてたけど、まあそろそろ引かないとリストラ来るからね。ちょっとそれが怖いわ。でも来月でもいいんじゃねえのかなとは思うけどね。多分来月のコラボは前半にあるかどうかでしょ、きっと。なので、前半にコラボなかったら、劇中にぶっ込んでも縁やないのかなって私はちょっと思うんだけどね。どうなんだろう。去年だって9月前半が対バニだったから、そうよね。結構期待してる。いや、ダメだね。やっぱ 0.6% なんで引けるもんじゃねえんだ。っていうか、まともな引きしたのって、まともな引きしたのってこの端末だけで他は、まあ、アナスタシアとか千早出てきてもかなりいいんですけど、いや、でも結局のとこ、ちょっと古いんだよな。
なので、はい。で、あとは、次の劇中の追加は、確か12月だったはずだから、結構間が空くはずよね。あ!いや、来い!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 2体目 !2 体目 !2 体目 !2 体目お前、名前出てこない。ああ!いや、名前出てこないけど、まあいいです。今私こいつと同じポーズしてるわ。意外とやっぱサブキ未所持多いな。で終わりです。じゃマジで初回の瞬間最大風速だけすごかったね。でジャック・ザ・リッパーと、まあここは天魔4だしね。天魔4も結局まだぶっ壊してないから。でも劇中でぶっ壊してないってことは多分ぶっ壊すタイミングないんすけど、しばらく頼む。悟れ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 。おら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 。アリーベデルチじゃねえや。いや、一瞬、いや、無駄の方でしたわ。いや、ちょっと無駄と重なっちゃったな。はい。あ、そっか、よくよく考えたらこれ、無駄の人とオラオラの人が今、劇中に、オラオラと無駄が両方今これ、混ざってんのか。え、マジでね。マジで初回だけだな。っていうか、よくよく考えたらサブ機も使ってめちゃめちゃ引いてんのに。結局はこんなもんよ、みんな。最初の私のなんか運がすげえ良かっただけで、なんかツイッターとかでも、うわぁ、悟り10連でいけたみたいな人がいたとしても、あれよ。真に受けちゃダメよ。実際こんなもんだから。これだけのガチャの屍の上に、10連で出たが成り立ってるから、皆さん20連で引けるなんて甘っちょること思ったらダメよ。そんなもんはコラボに使いましょう。コラボだったら可能性あるから。ほらね。ほらね。え、っていうか今回マジで、え?あれ、何の成果もみんなまともに得られてないんじゃない?だってミューズ、え、ミューズも誰も出てないじゃん。はい。まあ、もうちょい引くか。いやでも、悟りもう一体は欲を言えば欲しいんだよな。3体積みしたら、多分理想パ組めるでしょ。全体毒負けるキャラ1体ムーとかなんかぶち込んで悟り3体みたいな。そのパーティーで私やってみたいけど、さすがに。ちょっと課金はやりとうないな。うわ、すげえ。いや、でもこいつら見たことある。違う。お前は天魔9の適正だけど、もういいんです。もう、ちょっと時代は、かなり遅れてきてる。お、来た、このロードが硬い時は、よく来るって、FGO だとよくあるんですよね。ロード長い時は、新キャラが出てくるって FGO だとよくある。なので、モンストも一緒。ここで一発やってくんねえかな。はい。はい。カトリーヌ、チャンドラ、よくわかんねえ、三島春子。ダメです。え?いや、でもこれ、このオーブ使い切ってすっからかんにするって、これで終わろうか。そしたら。よし!じゃあこの端末、残りのサブ機はもういいや。なんか弾ける気がしない。なので、どうせ8月後半期間限定だからね、多分これでガチ入ります。なので、もう私このメインで、あと一体悟り引いて、あとフレンドさんが絶対誰か悟り出すから、もしくはお手さんに頼んで、悟り出しといて、つって。私のそういうフレンド頼める人お手さんしかいないから、お手さんに頼むわ。なのでここで一発悟りを出す。残り50連芝、カバディ、チャイコフスキー、玉竜。ほらね、みんな見たことか。これが20連っすよ。これ実質人によっては10周年オーブの結末これかもしれませんね。これ起こったらモンストやめるだろうな。私も絶対無課金だったらやめるもん。ここで、はい!悟りを、止まれば大体悟りでしょ。あれ?この人も私この端末で3体ぐらい見かけた気がするんですけど。あれ、うわぁ、確定してた!キュビレ!あれ、ミューズじゃねえや。ポラリスだ。あれ、ポラリス私マジでこれ3体目なんですけど。頼む悟れ!悟ってねえ、イモコじゃねえか。アスカ文化アタックとかしてる場合じゃないのよ。え、ミューズなんか多分すげえ増えたと思うよ、今回。ほら !45! あれ、今回のピックアップミューズだっけ?あれ、ミューズピックアップ入ってない。じゃあ私 0.2% をクソほど引いてるってこと?悟れよ。
劇中も多分ここ引いた、ここ引かないと12月まで多分引かないからな。コラボ鳥獣だね。コラボ劇中が来るまで。でもコラボ劇中も今年一発やっちゃったからもう死ねえよな、絶対。はい。三島春子は出ない。うわ、グレムリンは出たらもうダメなんだよな。グレムリンは私の爆死確定演出だから、去年の人気投票ガチャで出てるし。なんでもう期待できません。あと20年。てか、ミューズはもう一体欲しい。毎回私分岐するの超だるいから、離れこぐにやるときに。なんでもう一体ミューズは出てほしい。で、残りは、まあちょこちょこいてもいいかな。遊撃のファウストとかも持っててもいいしね。こい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 ちょっと待って、最後に一花咲かせてほしい。一花咲かせてほしい。最後にマジで一花咲、最後に一花マジで咲かせてほしい。止まれ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 無駄。ちょっと待って、これはダメ、これはダメ、これは、いや、何の成果も本当に真の意味で得られてない。これよし、1000円オラしてきたんで、これ、最後。これ最後。さすがにちょっと1端末ガチりすぎるのは、ちょっと、横画面で1画面寂しすぎるんで、これ最後。で、多分、いや、裏でもさすがに引かん。いやー、でももう、いや、でも、よくよく考えたら、あれだ。どうせ悟りの、なんかダメオ転送壁の伏線なんかちょこっと貼られてるけど、よくよく考えたらあれだ。近畿深淵。この爆死と一緒でしょ。いや、この二人はもう爆死と似たようなもんでしょ。どうせ、近畿深淵でも刺されなかったし、よくよく考えたらダメオ転送壁の今来る枠ってねえんだよな。豪絶で来るか、天魔の追加いる？お！いや、ロード長い、ロード長い、ロード長い、これは来たぞ、これは来たぞ。来い。だから今、謎の新クエスト追加するか、なんかしない限りは、ダメオ転送の光属性で別にないですよね。止まれ、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 止まれ。いや、ルイスは割と悪くないけど違うんです。皆さんちゃんとパライソのトレジャーナイン やっといてね。来い！来い。つか、悟り含めてこれ私何十年した、何十年していたいんだ。ちょっと待って、本当になんか、ちょっと待って、めちゃめちゃガチャ引いたうちの一発目をたった10年で私最初に引いたってこと？いや、それ、いや、スラムダンクの桜木のアリウープじゃねえんだから、マジで、そういうのはマジでやめて。いや、最後にもう一回出して。頼む。止まれ。止まれ。来い。ダメだ。なんか当たる気がしねえ。無残適正じゃないのよ、そいつは。もう最後。これでさすがに。いや、ていうか、え？ちょっと待って、これ私、え？あれ？課金する前と、え？今の、え？ちょ、うん？なんか90年、これ90年目だけど、あの謎の連続爆死から。こんな初心者やめるぞ！見てるか、かわけ。ちょっと操作しろ！これ、最後に、ちゃんと、いいことは起こるんだぞって。いいことは起こるんだって。これ見ると初心者やめるぞ！いいのか？かわけ！テルマ！初心者やめるぞ！この結果で！やめるぞ！わかってんのか？おい！やめよう！